品野鉄道は、かつて、長野県松本市の松本駅から、大町市の品野大町駅を結ぶ、鉄道路線、及び道線を所有していた、鉄道会社である。街頭路線は、現在の東日本旅客鉄道大糸線の南部に、あたる。1902年、シ野一線が開通し、その4年後の1906年には中央線も、開通した。これにより、松本地方は、 つは、交付を経て、関東方面に、また基礎、名古屋を経由して、関西方面に直結することとなった。ところで、次に起こる問題は、北越糸井川に通ずる鉄道の不設であった。その頃政府は、幹線鉄道国有の方針を定めた。施設鉄道については1910年軽便鉄道法、翌年には軽便鉄道補助法を交付して、その建設を奨励した。 これに促されて、糸井川鉄道不設の機運が高まった。松本地方の有志と在京有力者とが愛好をして運動を開始した。当初の計画では、有明から高瀬川の東岸に出て、池田を経由し大町に達するはずであった。しかし実地測量の結果、人家が少ないこと、地上物件が多いこと、田畑の買収費がかかること、土地が狭いこと、山岳縦断で、 南高寺になることなどの理由により、予定を変更し、松川、時和を経て高瀬川を渡り大町に至ることになった。その結果、取り残された池田は別途池田鉄道を建設することとなる。そして1912年11月に工事志向の認可になったが、この年に社長であり、工事受けを委任であった、西加東吉の西賀電気商会が、経営不振により営業を停止。 これに対し地元資本の片倉製紙工場の今井、五助を社長に就任させ、片倉製紙直営で工事を進めた。最初の区間が開通したのは1915年1月であった。品野鉄道の経営は順調に伸び、第一次世界大戦の影響で、経済界も後継期になり、旅客数、貨物量ともに増加し、1926年には、 収入が3倍から4倍になった。その間、会社の経営も多様化し、1918年にバス経営、文化事業などにも力を入れた。増加する乗客の輸送対策として1924年10月の株主総会では全線電化を決定し、安住電気株式会社の電力供給を得て、穂高かに変電所を建設した。 1926年1月8日から電化営業に切り替えて電車運転を始め時間の短縮、回転数の増加、輸送力も改善された。大正期の品野鉄道は経営も順調に進展し地域住民に欠かせない交通機関となって経済生活を支え沿線市町村の生活環境を大きく変革させた。昭和に入ると 経済強行の影響を受けて利用者が減少し始め、それに加えて沿線に乗り合いバスが走り、協業化が進んだことなどの原因により収益が伸びず経営が停滞した。政府は中部日本の横断線として軍用や経済の上で中央線と北陸本線と連絡できる大町糸井川への路線延長事業を重視し、1927年11月、 大町と糸井川の両方面から工事を進めていた。1935年11月、品の大町中土間が段階的に開通した。こうして付設した国有鉄道は鉄道省が設けられて以来、その管理下になったので、商船と呼ばれていた。この頃、品の鉄道を買収問題が国会で議題となり、買収方針が決まったので、政府は会社側と話し合いを重ねた。 会社側では、臨時株主総会を開催し、次局の体制や、今後の経営を考えて、買収に応じる意向を決めたので1937年6月1日、松本品の大町間 35.1km は、国有鉄道に移管され、政府で付設した品の大町、中津島と合わせて、大井戸南線となった。会社の動向と、路線開業について記す。 駅の開廃等については、大井戸線品野鉄道を参照。電化工事の際に設置された、各電車線を吊り下げるための三角中属に、チャンネルポールと呼ばれる、国有化直前時点、国有化直前時点。括弧付きは国営化時点で廃止となっていた駅、松本駅北松本駅沈下を停留場。 東内駅島高松停留場、あずさ駅、つ日市場駅、と中な谷停留場、南と吉し停留場、とよ駅、白屋町駅、穂高駅、有明駅、あずみおいけ駅、細野停留場から岡米前停留場、池田松川駅、時は靴掛け停留場、時は停留場、昭和停留場、品野の大町駅、1937年に、買収された車両は、蒸気機関車3両、電気機関車3両、 電車10両、下車48両であった。生死業で財を成した片倉組の長である、片倉兼太郎の実定肖像写真及び略歴は、近代日本人の肖像を参照、豊品長史近現代編、豊品長史観光会、p 四百八十四、p 四4 9 0小高長史歴史編した、小高町史観光会、p 七百三、p 七百八、京弁鉄道免許状家府、 官報1911年4月7日、日本全国諸外者役員6。第21回、地方鉄道及び軌道一覧、昭和10年4月1日現在、京弁鉄道運輸開始。官報1915年1月12日、京弁鉄道停車場名称変更並み運輸開始。官報1915年4月9日、京弁鉄道運輸開始。 関東1915年6月4日、京弁鉄道運輸開始。関東1915年7月23日、京弁鉄道運輸開始。関東1915年8月13日、京弁鉄道運輸開始。関東1915年10月2日、京弁鉄道運輸開始。関東1915年11月6日、京弁鉄道運輸開始並停車場解消。 漢方1916年7月8日、軽弁鉄道旅客運輸開始並停車条名解消。漢方1916年9月29日、電気事業要欄。第19回称は3年3月、鉄道を統計。昭和12年度。ありがとうございます。